こんにちは、ペガちゃんです。今回なんですけども、9月に入って、稲妻11の今後についての話がちょこちょこと出だしてきているということでね、それについてお話ししていければなと思っております。よろしくお願いします。 え、まずですね、2週間前ぐらいに動画でもちょっと出させていただいたんですけども、まあ、稲入れのアニメが9月末で終了するんじゃないかっていう動画の方を、えー、出させていただきました。で、えー、この9月に入って、果たして本当に9月末に終わるのかっていう感じだったんですけども、えー、先日日野社長が、えー、アニメージュっていうアニメ雑誌の、えー、インタビューに答えていらっしゃいまして、まあ、そのインタビューの中で、オリオンの国のアニメは9月末に終わりますと、いうふうに、えー、明言されておりましたので、えー、稲入れのアニメは9月で最終回を迎えて、えー え、多分ぶ3部作目も、多分放送は今のところ決まってないという感じになると思います。うん。まあ、稲妻イレブンって正直、まあゲーム中心だけども、まあアニメも大きな、まあメディアミックスの中では一つの柱だっただけに、そのアニメがなくなるっていう、テレビアニメがなくなるっていうのはすごい今残念だなというふうには思っております。 まあでもね、今の子はあんまテレビ見ねえからなーってちょっと思ってたんですけども、まあ日野社長も多分そこら辺を把握されてるみたいで、なんか今後はテレビじゃなくてネット配信など違った媒体でやっていくかもしれないというふうに明言されておりました。まあネット配信、なるほどと。まあ確かに今の子供たちってテレビよりも YouTube とか、 まあニ、ニコニニコ見ねえか。まあ、YouTube とか結構、ま、見てるってことを考えると、ま、確かにネット配信の方が子供たちにはリーチしやすいかなというふうには思いました。 さらに、ま、あ30分っていう枠に縛られることもないから、キャラクターの掘り下げ。ま、あ確かに、アレスの天秤だったり、オールの国印だったりは、まあ、一人一人のキャラクターに、ま、焦点を当てるっていうのが、まあ、なかなか難しかった。キャラクター数も多かったし、まあ、アレスの天秤に関してはニクールしかなかったわけだから、まあ、キャラクター一人一人に、を掘り下げていくってことはできなかったんですけども、まあ、ネット配信だったらそれができるかもしれないというふうに、えー、語られておりました。うーん、なんですけども、僕ちょっとこのネット配信に関しては正直、 うーん本当に、やるのかなっていうのが、個人的な感想です。まあ、ネット配信やるんだったらもう、ものすごい良いと思うんですよ。だってあの、コロコロコミックに、まあ、稲妻11の、ま、昔の必殺技集みたいなのもアップされてて、まあ、それも結構再生数回ってたりするわけですから、間違いなく稲妻11のネット配信って、再生数は回ると思うんですよ。ただ、あのー、アレスの天秤の制作が決まった時に、テレビアニメ終了後になんかロッカールームっていう、なんかネット限定のエピソードみたいなのを配信 するって言ってて言たじゃないでんか、それがあったから、なんか、ネット配信っていうのが本当に行われるかどうかっていうのは、まあ、個人的にはあまり、まだもうちょっと待ってみないとわかんねえなっていう、まあ、インタビュー、インタビューといっても正式発表っていうわけではないですから、まあ、ちょっとそこら辺は、まあ、気長に待っていければなと思っております。 まあでも稲妻11の今後についてはちゃんと、まあ今もどん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 構想を練ってるみたいなえ話もされておりましたので、まあシリーズが終わるってことではないと。まあそこらはすごく安心しました。 オリオンの国に終わりではないっていうのは、まあ、ま、個人的にはすっごく、まあ、安心してるので、まあ、稲妻イレブン今後もどんどん続いていってほしいなというふうに思っております。で、えー、2個目なんですけども、えー、東京ゲームショーでございます。まあ、去年ね、稲妻11、アレスの天秤、私有で遊ぶことができまして、僕もね、動画の方を撮らせていただいたんですけども、えー、今年は出店の方が映像しか、まあ、なかったです。 うん。で、映像出展ってあったんですけども、ちょっと個人的に僕、今日一日中ね、YouTube で PlayStation 生放送を開いてたんですけども、うーん、映像はなかったな。<laughs> 映像なかったです、うん。もしかしたら、まあ、明日以降あるかもしんないんですけども、とりあえずビジネスで一日目で映像は、えー、なかった。うん。ただ代わりに、あの、稲妻 11SD っていう、あの、アプリゲームがついに、 来月10月に配信されるってことで、いやー、まあいないれのアプリゲーム、まあ、ちょっと期待しかないですね、正直。というのも、レベル5には、まあ、妖怪ウチプニプニっていう成功例があるんですよ。まあ、妖怪ウチ自体の勢いが落ちてる時に、妖怪ウチプニプニっていう作品が出て、まあ、妖怪ウチの勢いがその後持ち直したかどうかわかんないんですけども、プニプニ自体はめちゃめちゃ人気だから、まあ、同じようにね、稲妻 11SD も成功してくれたら、まぁ、あ、すごく嬉しいなというふうに思っております。個人的にも、まあ 稲妻イレブンのアプリゲームだから、もう、バンバン課金して、まあ、バンバン動画出していこうかなと思っておりますので、えー、皆様、えー、ぜひよろしくお願いします。という感じでね、えー、今回はこれで終わりにしていきたいと思います。まあ、9月になってどん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 情報が出てきて、まあ、稲妻イレブンの公式ツイッターでも、続報をお楽しみにという風にえ言われてるので、まあ、ま、何らかの発表が近いうちに来るっていうのは、ま、明らかなので、まあ、それを待ちつつ、待ちつつ、えー、過ごしていきましょう。<laughs> <laughs> はい。てな感じで、えー、今回はこれで終わりにしていきたいと思います。この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴あたした。またの。